アメイズアップ的クロロ TV。 さあ今回はレジェンドアリーナの戦い、はい、アメイズアップクランの、トップをトップ3ですね、うん、バサラ佐藤、天候寺、ボンクラス杉山と、うん、トップ3が三つどもえで戦う回となっております、うん、はい、そして今回はバサラ佐藤対、はい、ボンクラス杉山、はい、さあ実際バサラさんは、はい、トロフィーリセットされてからどのくらいなんですか。あ、でも今ね3400ちょい、3400ちょい、それでも強いっすよね。おお、しっかり寄付もされてますね。150天候寺とか寄付もしてないし見て僕の寄付、あ、ボンクラすごい寄付してる、やっぱ頑張ってるね。あ、本当だ。そう、やっぱ寄付の量は頑張ってる量だから、うんうんうん、ガッシーはガッシーも結構寄付はすごいよね、うん、191、あ、ジュビロ167、あら、いやいや頑張ってるでしょ。ミヤボー179、最近頑張った、最近頑張った。天候寺は天候寺10。ひどこれ何してんの、いらないんじゃん。さあというわけで、はいはい、今回は、バサラ佐藤さん、はい、ボンクラス杉山ですね、はい、ルールはいつも通り、はい、3本勝負のタワーを落とした数の方が総合計の数の多い方が勝ちです、はい、うん、さあじゃあ早速やってみましょうか。俺も部屋立てちゃってる。部屋立ててます、うん、はい、じゃあボンクラス杉山さん入ってください。はい、はい、じゃあガシ入るよ。早くやれよ。ボンクラでもね、あのジュビロのやつキングタワー落ちたでしょ一回。はいはい、僕とはね、うん、あの公開いじめですね。割とだからね、これは侮れないんだよ。もうレベル変わんないしね、ここまでずっと。そうですね、ほとんど、ね、もう2人とももう制限、うん、多分マックスまでいってる。このバーバリアンの二手分けはこれはなんかハロウィン屋さんが言ってたまんまパクってるだけで、いやだな、何の意味もねえからこれ。俺の中ででも完全にボンクラ釣られるようにね、両方にユニットを出して、いやでも、ね、あっちのねちょっとこいつが、あらあらあら、さあバーバリアンがちょっとがねちょっときつくて今俺のやつこれ、いや結構いい感じですよ僕。言い忘れましたけど、下がバサラさん、はい、上がボンクラ杉山です、ね、うん、私バサラさんを応援してるんで。あ、誰、あ、待て、あ、撃っちゃった、今撃たなくてよかったのね。そうですね、うん、そうですね、ヒュー、ちょっと意外に似たデッキ、これでバサラさんが何を隠してるかによりますね。結構似てますねデッキが。これ単純にね、いつも使ってるデッキなんだよこれ。お互い全力なんですね、これ正直。一発目はね。それは一応最初にね、勝ち星を取っておけば、読み合いは有利ですよ、ね。やっぱなんだかんだでロイジャイはやっぱ破壊力って感じ。お互いロイジャイだからちょっとね、これなんかあるとね、一瞬で終わってしまう可能性がある。おしゃー。サファイアボーラーって言っての。若干の僕がリードですけど、エリクサーコスト的には僕がちょっと。今見たチラッと。いや俺やめと思って、あそこに映ってるの俺の画面じゃねえんだと思って。これ今俺がちょっとねこれ出すのがないんだな、これ実は。さあ手札的に出すのがないというバサラ、それは弱えな。バンバン打っちゃう。ここでまあせ、ダメージ受けてるタワーから出すっていうのは結構有効ですよね。これ多分なんか右からロイちゃん来るんじゃねえかなと思って置いちゃったのあれですよ。あ、ちょっとね、なんかややもすぐ抜かれるから、で左から出すんですよね、バサラさん。いや、あのね、左、俺が狙うべきターンは向こうなんで、まあ、ダメージが減ってる方なんで、うん、さあ、ここでちょっと遅れてのおーっと、バーバリアンとロイジャイを両方受けて受けざるを得ない、あれは解放が、うん、今のすごいいい受けですよね。これダメージがまあ通らない、残り30秒ですね。これは長期戦ですよ。長期戦ですね。あ、間違えた、指が滑ってた。ただバサラさんが1枚カードがまだ隠れてる状態。何やら当てましょうか。何ですか、当てます。さあ残り5秒前。ガーって。ガーゴイルしていい。相当痛い今のファイアボールは。さあここでバーバリアンが通りましたね。わステロイジャイを出して、ちょっと俺の手札がまずいんだ。これ今タワーのアーチャーが発動しなかったですね。アーチャー、タワーの防衛が
え、あれはわざとですか？ロイジャイに。え、大砲？大砲？大砲のあれで。もういい、やめて。あ、アリーナタワーの守備が発動してなかった。そう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 。さあ、これバブリン、どうだっけ？やっこな。ほとんど。あ、やばいな、いい感じ。おっと、これロイジャイ通りましたね。タワーかなり足りえんのかな。うわぁ、今のプリンセスのガゴムレを倒すのすごいですね。おっと、やばいぞ。そうな直線ですけど、さあ、受けた。ボンクラは受けました、大砲で、うん、バサラさんはちょっと遅めの大砲でタワーに通ってる、うん、通れ。結構な調子。隠し玉。なんて思ってるんだよ。すごい。今のはうまい。すごい。あ、そういうことできるのか。これなんか俺必ず最近はロケット入れてて、うん、あれ500ぐらいいくから基本的にもうサドンデスまで行っちゃったら。まあ、あれ打てば勝ちみたいにしてる。ただその代わり出せねえんで、あんまりポイ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 、うん、まあそうですよね。今もだって手札1枚使えない状態でずっと。そうあ、そっかそっか。くそ、今のは美しい勝利でしたね、うん、おめでとうございます。さあ、それを受け敗北を喫したボンクラ杉山、ここでもう結構読み合い的にはバサラさん有利ですよね、やっぱり。そうかもしれないね、確かにね。あの1本目を落とすと、そうなんだよ、精神的にはだいぶ、うん、だって向こうは同じので来るかデッキを変えようか悩んじゃう。変えてくるだろう、ボンクラさんは。今ね、変えてますね。まさかの。どうすっかな。さすがに俺もロイジャイだらけはちょっと面白くないから、うん、違うのではいくけど、これなかなかきついんだよな、俺的には。あのロケットはやっぱり常に通常のあのランクマッチでも1枚は隠してずっと最後に、隠しっていうか、ただエリポンをタワーの後ろに置いたらもう打っちゃってる俺は。エリポンの対策でもあるんですね。そう、ババ小屋とか来たらなんか場合によっては打っちゃってる、ホヒューつって。ポイズンでもいいんだけど、そのサドンデス勝ち狙う時用にやってて、一応あのデッキで最大3930ぐらいまでいってっから。おお、だいぶいってますね、それ。まあ、負けるときはもちろん負けるんだけど、全然余裕で。はい、じゃあ、はい、よろしいですか。じゃあ押してください。第2試合ですね。頑張れ。1本取ってバサラさんがリード。はい、どうぞ。はい、入ります。はい、さあ始まりました。これどうかな。最初のハイパイ、頭を抱えるバサラ佐藤。いや、頭抱えてないよ。おっと、スパーキー。おー、なんかわかんないけど、さっきボンクラさんスパーキーちょっと苦手っぽかったからさ。へー、だから入れたんじゃないんだけど。ジャイスパ、ジャイスパ。うわー、来た。あ、間違えた、間違えた。おっと、やばい、間違えた。え、それ大丈夫？いやいや、カード間違えた今。ちょっとやばい、終わった。ここでちょっと、これキングまでありえますね。え、ちょっと今ね、やばいやばい。ある。なんなん今の。これもう一回スパーキーいっちゃうんじゃない？え、ちょっと待って、こんなの。おっと、これで。早っ。行くかな、これ。ちょっとこれ、ノーカンとかないっすか？ノーカンは。てか、あれも。あー、バブリンで。これさ、やばいって。なんだよ、今の。いや、今の試合で一番やばいよ。あの、バーバリアン持ってたんですよ、なんで。うん。で、隣にあって、バーバリアンを、うん、あの、ジャイアントに上で重ねるためにパッと置いたら、なんでかしないんけど、うん、俺の指はフリーズを持ってて、それで、フリーズがかかって。ある時々ある、うん、でもやばい、時々 やらかすそれ。つか分かる分かる、俺は同じデッキでいくよ、さすがに。今のはダメだよ。一応、このねルールとしては、うん、あれもう始まってる、始まっタワーを落とした方が、うん、はい、だって俺もうこれ勝ち確定もん、これすでに。いやいや、なんで、何回やってる。あ、でももう入っちゃったから、いつも入っちゃったから。だってタワー落として3つで3-1でしょ。
全部落としても俺残るよね、だってこれ。これじゃあ一応3戦目としてカウントすると、はい、うん、今バサラさんが4-1なんで、4-0じゃね、あ、4-0だ、そうか、4-0なんで、じゃあもうお祝いしましょう。出てこねえじゃん。なんかさ、もうちょっとさ、こう攻防あるじゃん。うん、7はちゃんとな。さあ、ジャイ10秒ぐらいでジャイスパジャイスパやりてー、俺もジャイスパ欲しいな。なんかさ、自分で使うとね、あんまり強くないんだけど、使わないとすっげーうざいんだよね、これ。確かに。対処の仕方わかんない。お、後ろから置くパターンもあるんですね。なんかね、置くしかなかったよ。ただね、そうだ、俺ロケット入れてるのね、スパーキー対策もあるの。なるほど。だいたいタワーの後ろから出すから、もう、はいはい、うざいから、タワーごと焼き払ってる。うんうん、であれコスト6だからスパーキーって、うんうん、打っとけば別にまあ損しねえねん、トントン、うん、やべ、ちょっと削られてですけど、まあ先ほどねミスがね、いやちょっとクラロワファミツア的クラロワ TV 最悪の動画を自らやってしまうというもう反省対象に、いややばいですね。でも最初の頃僕もね、あの変なところにフリーズやりましたから。いやでもさ一応さ、なんかレジェンドプレイヤーとか言ってんだよこいつ。で、あんなのやってたらさ、ダメだよ、ダメですよ、絶対あれ普通にやったら退出しましたって出るよもういいやつって。確かに、それは良くないよ。でも頑張れよ。まあ一応ね、ここで、キングダウンを落とせば、うん、4-3という結果でね、うん、バサラさんの勝ち、家面としてはまあ、うん、ボロ負けではない、うん、それはさあ、これそろそろ出るんじゃない。うーわ、ただね、空中的には効かないっていうのがね。あ、そっか、そうそう、空中これ今ちょっと、おお、ガーゴあった、うまい、ガーゴイル出てきちゃうと、そいつを処理しないと厳しい。さあ、ポンプ出す。ちょっとこれね、長期戦の可能性が。いや、置かなくてよかった、今、ポンプ。いいな、エリクサーポン。いいでしょう。結構早いんです、こうやって見ると。さあ、残り10秒切りました。これはサドンデスになりますね。ただボンクラが、うん、1枚カードがまだ隠された状態です。え、何やろうか、あれ手がミスった。なんでフリーズまた打ってんだお前。しかも反射前に打ちたかったね、うん、あ、そういうことね。いや、ただ俺ザップ持ってると思ってたんですよ。自分だ、うん、そう言ってる間に落ちそうだけど、やっぱね、あのファミツアップテッククラロー TV は魔物が住んでるんで、そういうミスはね、多分に発生します。多分に、言い回しが優しい。え、ちょっと、あ、でももうバサラさんの勝ちだ。さあ、163ファイヤーボールで、もうちょっと手札の中でも終わっちゃうんだけど、多分ファイヤーボールファイヤーボールで終わっちゃうか。さあ、どうやって、あっと、止まった。ボンクラさんスパーキーに弱えな、これ多分な。ボンクラさん一応、天狗寺との試合の3立てを合わせる6連敗中ね。これもうプロ野球に行ったらもうあれですよ。なんだあれ、トンネルですね、これは長いトンネルに入りましたね。絶不調だね、もうね、絶不調入りましたね。マジか。だから多分僕をね、あの公開処刑したんで、あのノリでやっちゃってる。でも逆に言うと、うん、岩田くんとさ、天候寺で俺との差ってすごいってことになっちゃうから。ああ、その間 に, 確かに俺らがいて、ボンクラがいて、岩田くんがいるわけだから。確かにそうっすね。それも、おい、ボンクラちゃんとやれよ。やってんだよお前は。いや、ちゃんとやったんすよ。てかね、フリーズ毎回わけわかんないところで出る。うん、ね、そんなね、ミス多発してたら、まあ、レジェンドは無理でしょう、ね、いや、ほんとね、残留はできますね。普段ね、使わないんすよ。あ、言い訳してる。いや、あの、俺は使うデッキを持ってきてください。あの、繊細な攻撃とかできないんで、フリーズとか苦手なんですよね。俺も あミスったら負けるじゃないですか、うん、はい、じゃあ、とりあえずもう終わるか、はい、締めましょう、はい、はい、というわけで、じゃあ、レジェンドアリーナ、くっそー、はい、
バサラ佐藤、うん、圧倒的な3立てで勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。それではまた次回も、見てください。皆さんさようなら。バイバイ。